ジミーちゃんがいいの？うん、多分電波でしょ。ああ、もうさ、っていうか、さっきの、トツ社との話をしてるのにさ、なんでその喧嘩トツはどうのこうのっていう話になってんのかが俺にはわからん。Hey yo, Jimmy. Yo, 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 おお、 yo. なんだよ。よ、相変わらずなんかあれだな、頭悪そうだな。お前に言われたくねえわ。お前に言われたくないっていうふうに言ったね、今。お前に言われたくないってことは、俺のことを頭が悪いっていうふうに思ってるから、お前に言われたくないっていうふうに言った今。当たり前、そんなの当たり前だろ、お前。何回も言わせんな。いや、何を思って俺が頭悪いと思うの？なんか配信見てたらさ、なんかなんだっけ、晒し声もそうだし、なんか24時間配信の時もさ、なんか、なんていうの、頭クラクラさせながらさ、なんか変なことをずーっと言ってるじゃん。そのあの直後。頭悪いなと思ってる配信をなぜお前が見てたの？頭悪いな、こいつおかしいな、どうしちゃったんだろうと思いながら見ただけ。見てたんでしょ？そこに張り付いて俺に対してコメントしたりとかしてるじゃん、お前は。見てる分には構わないんだけど、なんで頭悪いなって思ってる相手に対してそういうふうにお前はコメントを投げかけてきてたの？思ったことがあったか閲ら覧ね。する分には構わないんだよ。思閲った覧すこるとが分にあったは、かこのら人バカ言っだたよな、ね。この人滑稽だなっていうふうに思う分には別に構わないんだよ。ただなんで頭悪いなっていうふうに思ってる相手に対してお前はコメントしてたの、必死こいて。だから思ったことがあったから。で、俺もそのくだり覚えてるんだけど、俺とお前はさ、ちょっと言い合いっぽくなってたよね。で、そこでお前はすでにそれ。24時間配信をやってる俺に対して頭が悪いなっていうふうに思ってるのにお前はコメントしてたんでしょ？なぜ？してました。なな ぜ？ ぜ？だからその時思ったことがあったからって言ってんじゃん、何回も。思ったことがあったから？だってそれ前提にそ俺れのとことさ、はお頭前がが悪いバなっカていうふうにおって前言うこは思とってに対たんでししてょ？どう関係するの？いや、どう俺関係は、する？違う、俺何がおを、前に対しなんて、か、お結前びに対つしけてる。バカだなっていうふうに俺が言ったんで、最初。頭悪そうだなっていうふうに言ったんだよ。言ったらお前が俺に対して言ってきたんでしょ？同じことを返してきたんでしょ？そうですよ。ではなぜって聞いたじゃん。なぜって聞いや、いだから、て、そこじでゃあ、俺の24配時信を間見配ていて信っていうふうに言ったんでしょ？いや、だからそうそう。だから言ったので、見てる分には構わない。ただなんで頭の悪い人に対してね、そうやってこう罵倒するようなことをしたのかなって。それこそ俺が最初に言った、お前頭そ悪れそうをだ聞きねってた言っいたの？ことが通るんじゃないの？だって頭悪そうな人にね、バカだなとか俺に対して吹っかけてきてるわけでしょ。だから思ったことを言ったんだよ、コメントで。お前はさ、分かった分かった。じゃあ、俺より頭いいと思ってる？どういう意味で、どういういや、この意味配で、信において、配信において、配信においてって配どう信いにうおいこと？て、配信もうバカ露呈か。いや、だから説明してあげるね。その配信において、だから閲覧を伸ばすとか、そういうふうに工夫したりとかする面で。ああ、はあ、閲覧を伸ばせれば頭がいいってことなんだよね、だからトークだとか人のことを楽しませるボキャブラリーだとかエンターテインメント性とか、そういう部分を含めて。ああ、がお前よりどうなのかっていう部分。そうそう、そこが勝ってるか勝ってないかっていう部分。それは別に俺はもう能力があると思ってないね、別に。っていうか、そこを追求してるわけでもないから。違う、バカなの？違う、俺の質問分かってる？俺よりそういう部分で配信において、俺より勝っているか勝っていないか言い換えてあげたけど、そういう部そ分もでそも頭がいいか良くないかってことを聞いてんだけど。配信をしてる目的が違うから、そこで比べれることじゃないよね。いや、配信をやっている部分でね、その目指すべき場所は違うかもしれないよ。じゃあ大手になりたい人もいれば大手になりたくない人もいるかもしれないけど、配信をしている中では一緒じゃん。だって、いや、だから配信は一緒だけど、今何目を的一緒なんだけど、しかも今自分俺で言はったよね。目俺は喧嘩したくてここに上がってきて、お前も喧嘩したくて喧嘩凸町をやってるって。いや、ここ天秤にかかっちゃってるよ。今同じ土俵に立ってるけど。だからどこがどうかかってんの？
俺には分からんけど。だからお前喧嘩とつ持ちもやるんでしょ。で心霊配信やる、俺は24時間配信やる、ね、確かにあのそのケースが違う場合もあるかもしれないけど、今同じ土俵に立ってんじゃん。じゃあだから配信っていう部分は一緒だけども、そのジャンルだったり目的だったり目指す場所っていうのはもちろん違うだろ。いやだからそれが違くても、だからそこでバカかバカじゃない、どっちがあの上か下かとかそういう、今天秤にかかってんじゃん、同じ土俵にいて、それでだから俺とお前がどっちが勝ってるかっていう部分で聞かしてみて。天秤っていうのはさ、配信だけの天秤であって、そこで何に対する天秤にかけるっていうの、配信だけで天秤にかけることできないよね。だから喧嘩、だからこれの喧嘩、喧嘩喧嘩とつってこと、うんうん、喧嘩ずつだったら俺は負けたんだ、お前に負けるとは思わない。負けるとは思わない、うん、あ、今喧嘩をしてるからでしょ。え、してるからでしょ。お前より強いか強くないかどっちだと思う。違う、だから喧嘩をしてるから、だから負けを認める、負けを認めないとかそういう部分でお前には、負けていないってことを言いたいわけでしょ。負けていないじゃなくて、お前とは初めてするけども、お前に負ける気はしないと思うし、お前の喧嘩を見ていて、うん、そうだね、そう、負ける気がしないっていうこと。えぇ、かぁ、じゃないんだよ、えぇ、じゃないんだよ。ああ、じゃあかかってこいよ、お前、もっとボンボン来いよ、お前、お前、お前、バカの雰囲気だの言ってから、お前、変なネタでさ、お前さ、コロ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 やってんじゃねえよ、おい。あー、なるほどね。いやまあ俺は あくまでだから印象だからね、あの上がってきてお前に対して、そうそうそう、うん、頭が悪そうだねってことを言ったの覚えてる？覚えてる、うん、覚えてる。でお前も俺に対して頭が悪そうだと、うん、でもさ、例えばさ、なんだろう、まあバカっているじゃん世の中に、結構いっぱい。いや待て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 、お前さ、バカっていうところをさ提示してきてさ、どこのバカなのかっていう話をしてただろ。で結局さ、その配信っていうところを天秤にかけたけれども、その配信についての目標なのか、どこの部分なのか、配信についてだよ、世の中に配信やってる人いいんじゃん。そこを天秤に俺はかけれないだろ。世の中に配信やってる人いいんじゃん。俺らも世の中の人なんだけど。誰が世の中の人のどうのって言ってないだろうな。だからその配信、だから配信の中での話ってことでしょ。どこを目標とするかが違うんだから、そもそも天秤にかけることはできないだろうって言ってるの。え、どういうこと、どこの天秤だと思ってんの、オタクは。いやだからそれをちゃんと説明してよ。じゃあちゃんと説明して、うん、その配信と配信を天秤にかけたら、じゃあ俺がずっとさ、いや俺がずっとさその疑問に思ってることなんだけど、いや疑問に思ってることなんだけど、いやだからさっき説明したじゃん。要は普通に雑談やってる時もそう、喧嘩とつをやってる時もそう、じゃあ心霊配信の時もそう。心霊配信の時だって車で移動しながらね、そのべしゃりでこう繋ぐわけじゃん。はいはい、見せたいものっていうのは、要はそこに幽霊が映るかどうか、心霊スポットに、こうついて映るかどうか、自分の雑談は二の次で、要はそこ心霊スポットっていうものを見せるわけじゃん。はいはいはい。でそこで例えばじゃあ、あのダライが心霊スポットの配信をやってて、俺も心霊スポットの配信をやってるとするね。そこで車で移動中にじゃあお前がトークをして、どれだけ人を沸かせられることができるか、そのこうなんていうのかな、心霊スポットまでにこう期待させたりとか、そういう風にワクワクさせたりだとか、そういう技量がお前にあるかってことよ。そういうところで要はなんていうのかな、お互いのステータスがどっちがこう勝っているかっていうことを言ったんだけど、俺はだから言ってるよね。それはさ、そのどのステータスかわからないけども、うん、トークスキルだとか、その一部分一部分を取ってどこを目的としているのかがお互い違えば天秤にかけることはできない。あ、じゃあ共通認識取る？で目的っていうのはだって心霊スポットっていうふうに俺さっき言ったけど、それが目的じゃん。だってじゃないの？じゃあお前心霊スポットに何しに行ってんのって、心霊っていうものを抜いてスポットっていうところに行ってんの？心霊スポットをパワースポットだと思っちゃってる感じよお前。違うでしょ。違う、うん、いやだから俺が言ってるのは、だ目的があんじゃん。そう、逆にさ、自分は何でしてるの？じゃあ配信というものをどういう理由でしてて、何に向かって配信をしてるの？何に向かって、
何に向かって、自分の目的、それとも自分が誰に発信してるかってこと。いや発信してるのはリスナーに対して発信してる。お前が目的ってバカだという部分を比較する値っていうのを配信でお前はその説明しようとしてるわけだけども、その、うん、お前はそのバカという部分を配信においてどこの部分でバカと表現したいの。あ、お前のことを、まあ、俺もだしジミーと俺を測る上で、うん、ああ雑談がつまらないトーク力ね、まずトーク力ね、そう、うん、はい、そして、まあ、さっきの渡友との喧嘩であのバカだなっていう印象を見受けた。ああ、喧嘩とつまらない、うん、そう、それあらゆるジャンルにおいてあのお前はバカっていうところに当てはまる、当てはめてる。あらゆるっていうか今2パターンしか出なかったけど、で別に俺トーク力を鍛えようとしてるわけでもないし、そこについては別に測るも何も、別にお前はトーク力をその考えながらやってるってことじゃ。俺は考えてる。え、じゃあお前は何のために雑談やってんの。供給しようっていう気持ちがないわけ。雑談を何のためにやってんのって、雑談をするためだろうがよ。だって配信してんだよ。要はお前はラジオなんラジオやってるわけだよ。ラジオやってて、ね、そこにこうなんていうの、お便りとか来るじゃん。質問とかも来た時あるでしょ。要は初見とか言って来て、おいくつですかとか言って来たりとか。じゃあお前がおいくつですか、お前例えばじゃあ仮にね、じゃあまあおっさんっぽいからじゃあ 40歳だとするじゃん。お前が40歳っつって終わりなわけ。俺にとってそれはバカだと思うんだよ。なんで？なんで？だって雑談をしてるんだろ。うん。俺はそれでいいと思う。雑談ができてるから。雑談をするんだから雑談ができてるっていう状況で。いや、雑談ができてるかできてないかではなく、雑談ができてるかできてないではなく、なんか他にこうつなげられるものがないのかなっていうふうに思うんだよね。40歳って言った時に、いやだから話を広げようとか広げまいとか、うん、そういうのはその時の会話によって変わるけれども、別にそのトーク力を鍛えようとか、うまくなろうとかいう趣旨でやってないから、別にそこを天秤にかけるのはおかしいって言ってた。あ、じゃあ寂しがり屋。寂しがり屋ではないと思う。え、じゃあ何のためにやってんの。会話をしたいんでしょ。え、はい、人とつながり合いたいとかそういうふうに思ったりとかしてるから、要はこう雑談、人とつながり合いたいなと思ってるわけでしょ。だって相手に対して何かを与えようっていう気持ちがそこにないんでしょ。与えてもらおうと思ってんの何か。与えてもらおうとは思ってない。逆にそこでなんか、うん、まあそうだね、触れ合いだね。触れ合い、あ、触れ合い、うん、触れ合いじゃない。何かしらだから欲を満たしたいなと思ってるわけでしょ。でしょ。それとは？いや、それとはじゃなくて、別にそこの欲というのはそのお前が言ってるトークスキルとかではなくて、雑談ができてる状況で俺はクリアしてるわけですよ。あ、それがお前の目的なわけだ。え、だって雑談をしてるんだから、雑談の上にトークスキルとかそういうのを磨こうっていうところではないから、それでクリアできてるよね、うん。ああ、なるほどね。閲覧伸ばしたいとか思う？閲覧はあればいいと思うけど、別にそんなになくてもいい。ああ、別に来なければ来ないでいいと。来なければ来なくていい。あ、そうなんだ。いつもどれぐらいなの閲覧。え、閲覧は一桁から多い時は20から30ぐらい。そんな来んの？いやだから心霊スポットとかやれば30近くいくんじゃない。あ、じゃあ雑談じゃないじゃんそれ。あ、雑談の話。違うよ、雑談、違う、雑談の話、うんうん、雑談の話だったら1桁2桁、うん、ああ、え、2桁っていうのは、え、その10何人とかそれぐらい来るってこと。うん、そうそうそう。ああ、そんな10、20にもいかないよね。10何人かね。ああ、そうなんだ。え、なんか自分からこう発信してさ、会話するときとかもあんの。今日なんかこんな出来事がありましたみたいなさ。はいはい、なんで
え、今日なんかどんなことがありましたみたいな、今日の出来事みたいな、そういうこととかないわけ？あ、ちょっと待って、ジミー、枠が変わるわ。ん？ちょっと枠が変わるわ。何枠変わるって？いや、もう時間が赤字になったとか。え、だからコイン投げてもらえよ。だからコイン投げてもらえよ。いや、コイン誰か投げてくれるやつないっしょ。いや、いる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 。じゃあ、ここ全部お前のリスナーじゃん。え？いや、あ、さあちゃんは言ってやってって、言ってやってってことはさ、ね、うん、俺のリスナーが大半だと思ってるってことだよね、お前。あ、M 様、ありがとう。さあちゃん、ありがとう。いや、だから大半だと思ってるよ。あれ、今だって俺に頼ってきたよね。俺に頼ってきたよね。じゃいや、だから俺も言ったじゃん。俺もくれますかって言ったけれども、お前のリスナーでもあるじゃん。え、だってお前自分の枠なんだよ、ここ。自分の枠だったらお前優位性としてはお前の方にあるわけだよ。なんで俺に頼ってきたの今。いや、違うだろ、お前コラボ。そこで攻め合ってんのに今。あれ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 、ドライゲ君、え、なんで俺の枠なんだ。バカ、お前でも言っちゃってんの、お前頭おかしいじゃねえの。ちげえよバカ、てめえのホームなんだよ。てめえのホームなんだから、てめえのとこにコインを投げてくれるやつがいっぱいいるに決まってんじゃねえか、お前。アホかバカ、お前。何言ってんだよお前。そういうところにてめえの隙があんだよ、このバカ。おい、早くバカ認めろよ、てめえ。状況じゃねえよバカ、てめえの度胸だろうが。バカ、おめえ何言ってんだよ、クソか、てめえ。お前も俺も一緒なんだよ。え、なんで。それが例えば仮にね、俺がここで通知を出してて、俺のリスナーが過半数を上回っていたらね、俺に対して頼ってくるのは分かるよ、わかるんだけど、今てめえの枠ではお前ダライゲの配信やっている、じゃあダライゲの配信に行こうっていう風に言って、あ、そこにジミーがコラボに上がっているっていう場合になってんだよ今状況としては。いや、待て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 、そことね、そこで俺とお前の立場をね、天秤にかけてみたら、お前の方に傾くよね。傾くよね、バカ。ここにさ、この閲覧の人数の両方2人とものリスナーになるわけでしょ。いや、ならないでしょ。だから俺が通知だから出してたらそういう場合になるかもしれないよ。いや、通知、だからそれ言ったじゃん。関係ないだろ。じゃあ俺が、じゃあこれ通知出したと。何言ってんだよバカ。じゃあ俺が通知出してやるよ、タコ。ジミーちゃん、ジミーちゃん、俺がこれ通知出したの。じゃあ俺通知出して枠開いたと思ってんの。じゃあちげえよ、てめえの枠であることに問題があるんだろうが、タコ。何言ってんだよ、今だからその状況だから明確にしてやるから。いや、お前、ほら、それをだから状況を明確にしてやるから、てめえ見とけよクズ。うるせえバカ。何言ってんの。だってさ、ね、お前、じゃあ逆の立場で考えてみようか。逆の立場で、ちょ、ごめんね、閲覧全然来ない。俺がね、自分の枠で配信をやっていたらね、自分の枠で配信をやっていたらどっちのリスナーが多いと思う。そこにお前がとつってきてたらどっちだと思う。答えてごらん、ほら。いや、だから その違いっていうのは、その違いっていうのは、うん、突待ち、喧嘩突待ちをしていて待ってる状況と突撃する状況の違いはあるけれども、うん、枠としては2人とも、うん、違うよ。そんなことを言ってるんじゃないんだよバカだね、お前は。違うよ、突待ちか突かって、そんな話をしてんじゃないの。今立場のことを言っているんだよ。お前の枠であったらお前のリスナーが過半数いるってことになるじゃない。だってどう考えても、なんでじゃあ俺のリスナーがここにいるんだよ。なあ、俺が通知も出してないのに。バカなのお前、考えろよ。ちょ、待て待て待て、アホかお前、ジジイ。お前、お前じゃあ実際にさ、うん、今さ、ここにお前のリスナーがいる状況があるじゃんね。だからそれを明確にしてやるから通知出すっていう風に言ったんじゃないか。話聞いとけバカ、お前。耳まで肉か、お前。死ねよカス。俺も通知を出したかどうかわからないだろって言ってた。ちげえよ、だからそれもともと前提にね、だからてめえの枠でやってるんだから、てめえを求めてくるやついるに決まってんじゃねえかよ。だってお前喧嘩突で検索してて、俺とお前のリスナーがそこで半々に割れるってことはないんだよ。だってその人たちは喧嘩を目的に見に来てるから、わかる。でもお前のことを通知取ってたりとか、お前のことをサポーターにしてんのは、てめえのことを目的にしてきてんじゃねえかよバカ。そこに俺のリスナーがいるわけないよね。アホですかお前、何言ってんの。
ねえ、だから先ほども説明したでしょ。だから違う、ここの枠に出す人が来るかっていうふうに言ったら、お前のことを求めに来るか、喧嘩のことを、喧嘩を見に行きたいっていうふうに思ってるやつがここに来てるかっていう話なんだって、バカ。そこに俺は介入しないんですよ。わかる？終わってんだ、てめえの顔でバカ。頭の上に盛り塩を乗っけとけ、このクズ。亡霊野郎が、てめえ心霊配信やったら頭いかれちゃったんだろ、お前。おい、まぶしとけ。塩でもまぶしとけ、お前。アホかったか。何言ってんだよ、このバカ。何が？イカ？あ、今イカって言いましたね、この人。え、僕のどの辺がイカなの？言ってみて。え、ちょっと、逃げなくていい、逃げなくていい。俺がどの辺がイカなのか言ってみてください。僕人間なんですけど。こうやって日本人として日本語、その言語を話してるのに、なぜ僕のことをイカっていう風に断定したんですか？はい、説明してください。どうぞ早く。お前イカみたいな、説明してるよ。お前目の下に違います。お前バカだね。何言ってんだよお前バカ。お前イカの墨じゃねえのかよお前クソったれ。はい、タコも墨吐くんですけど、お前何言っちゃってんのお前バカじゃない。しかもお前は最初に俺のことをイカっていう風に断定したのに、その後にイカみたいっていう風にお前は言い換えてんだけど、お前何言ってんの？イカっていう風に断定したんだろ。じゃあつなげてください。僕がイカっていうとこを断定し説明してください早く。はいよ、はいよ、言えよ。ほら、俺がいつ墨入ってる。じゃあ分かりました。じゃあ例えばね、僕が顔に入れ墨を入れている、それが墨ではある、墨ではある。じゃあお前さ、ね、イカがさ海の中でさ、ね、プシューって吐くのがさ、あれ墨汁だと思ってるお前ね。墨汁だと思っちゃってる感じ。墨だと思ってるよ、墨だと思ってる。で炭でしょ。だからお前入れ墨に、目の下に分かった。でんでんでお前いつもさ炭を引っ掛けてからお前やっぱ。じゃ炭以外でイカの要素がなかったね。だって僕は炭を吐いているんではなく、僕はくっつけているだけだから。頭が悪いね君は本当に。で話に戻るんだけど、はい、リスナーのことに関して、僕は人間であるっていうこと。はい、イカは喋らない。人間は喋る。はい、論破。それで。キウです。キウ、キウ、キウ、キウ。最初から言えよそういう風に。バカかお前。じゃあお前もじゃあさ、お前言ったか比喩だと俺に対してタコとか言ったか。うるせえクズ。いいか、お前それなんだ。だから行くぞ。俺が本当のタコだと思っちゃったの。何が、はい、あれでね、じゃあ俺の何言ってんだこいつ。それヤバくないこいつ。違うんだって。そういうこと言ってんじゃなくて、違う、俺のことをイカっていう風に言ってきたでしょ。だから俺はイカではなく、言語を喋ってるから俺に、あの日本人で日本語を喋ってるから人間だよってことを言ったのね。で、なんで俺のことをイカとしてお前は断定してるのかっていう風に言ったら、タコも墨を吐くから、じゃあタコでもありなんじゃないのって。だって俺が顔に入れ墨を入れている、そこで墨があるから俺のことをイカっていう風に言ってきたんでしょ。だったらタコでもいいんじゃないの。お前が先に、だってお前がイカっていう風に言ってきたのと、イカとタコの違いをお前は明確にしてないからね、バーカ。何言ってんだよ。だからお前が俺に対してタコってさっきさ言ってきたんだから、じゃあ罵倒です。罵倒です。豚とかと一緒です。豚とかクソとかと一緒です。僕はそのつもりで言いました。はあ、でもお前は苦し紛れに俺の目の下に炭がどうのこうのとか言って説明し始めて、そこで覆せると思って勘違いしてきたから言ってきたんだろバカ。なあ、だったらお前最初から比喩表現って言えばいいじゃないか。なあ、何言ってんだよお前。てめえ、それでお前武器持ったつもりかタコ。何言ってんだよこのボケナスが。おい、心霊配信やりすぎて頭いかれちゃってんじゃねえのお前。なあ、後ろに人いんじゃねえかお前。早く、まあどうでもいいから、ほらリスナーの話。なんで俺に頼ってきたの。なんで俺がね、コインをね、あのコインがなかったからコイン投げさせろよって、お前の枠だから俺は言ったんだよお前に対して。分かりる、そこはまず分かりるかい。そうだよ、当たり前じゃん。だって俺はちゃんと認識してるからね。お前の枠でやってたらお前のリスナーが多いだろうなと思ったから、じゃあお願いしなって言ったの。分かる。だからしたよね。その後にお前俺に対して何言ってきたか覚えてる。だからお前からも頼むよって言ってるね。だから俺に、それはあの俺が喧嘩をしてるから、お前も頼んで一緒になって頼んでってことなんでしょ。だから別にそれ 何を思って俺に対して頼んできたので、ジミーも頼んでってことを何を思って俺に対して頼んできたわけ。お前は何を意図として。コインについて話してんだろ。コインを投げてくれっていうことを頼んだんじゃないの。はい、だからそうだよ、ね、俺が、ね、お前に対してコイン投げてもらえっていう風に言ったのは、そこにちゃんと理由があるんだよ。お前の枠だから。
お前のリスナーが過半数だから、お前が言った方が効果的だから、お前に対してコインを投げてもらった方がいいんじゃないってことを言ったの。俺の枠、分かるよ、俺の枠かもしれないよ、このコインを投げる場としてはね。俺の枠かもしれないよじゃなくて、そこ可能性じゃなくて、お前の枠じゃないかバカ。お前の意思に基づいてこの枠開いてんだから、お前何言ってんの。お前でもあるわけで、ね、リスナーの足上げすぎよ。お前だと断定はできない、ね、足上げ注意報。何が断定はできない、どういうこと。リスナーが俺の過半数だとはさ、断定できないよね、それ。断定できない、リスナーって言ってしまえば、お前も俺も一緒のリスナーになってしまうよね、この枠に来てるリスナーだから。お互いの枠に、だからここで俺が通帳出したから過半数になったねっていう話になるじゃん。いや、ならなくても。でもお前が自分で枠を開いて、だってお前さ、考えるよ、だってサポーターとかもお前も少なからずいるんでしょ。通帳取ってくれてる人もいるんでしょ。お前のことがつまんねえなと思いながらも通帳取ってくれてる人がいる。そこでお前が枠を開いた時に誰が来るかっていうふうになったら、お前のリスナーじゃねえかバカ。お前何言ってんの、お前それじゃなくても言ってんじゃねえか。お前心霊スポットお前行って、そこに20、30ぐらい来るんだろ。だったらその中の人たちが潜ってる可能性だったんじゃねえかよなあ。そこで俺のリスナーがいないにもかかわらず俺に対して頼んでくるのがおかしいっつうんだバカ。え、なんであんの、通知を出してない時に。なぜいるんですか、言ってください、言ってください。なぜいるんですか。いや、じゃあお前に聞くよ、おっしゃってください。理由を言ってください。だからそこ言ったじゃねえか、だからサポーターとか通帳取ってる人がいるから、お前が枠を開いたと同時にお前のリスナーが来るってこと言ってんじゃねえかバカ。何言ってんのおめえ、死ねよかす。お前閲覧が多い状況です、わかります。だからこの状況はだから俺が明確にしてやる。これがね、俺とお前がじゃあバランスが取れた状況、まあ上回ってしまったけどね、俺の方に傾いてしまったけど、こういう場合はお前の言ってることが通るかもしれないね。俺に対してコインを投げさせてもら、投げてもらってっていう風に俺に対して協力を求めてくるのはね、筋が通るっつってんの、こういう場合になった時はね。で、通知を出す前のことを言ってんの。そしたらお前の閲覧、お前のことを求めてきてる人が過半数だろってこと言ってんだけど、そんなの関係ないんだよ。お互いのリスナーになるんだから、別にどっちが言おうか関係ないじゃん。しかも喧嘩突然やってるのは俺とお前だろ。そうだよ、俺は一回枠を変えるっていうことを言ったんだけど、お前が延長しろって言ったんだよね。なぜ俺の力に頼ってきた。おかしくない状況が生まれるよね、それって。すがってもいいってことはね、バカな俺に対して俺の力を使いたかったってことになるよね。ねえ、すがってっていうか、お願いしても別にいいよね。だらいげく、逆に言えばお前が俺に対して、ね、枠をさ、あのコインを投げればって言ったんだから、それに俺が乗ってやったっていうだけの話でしょ。乗ってやった、あれ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 、違うな、かわいそうなこの子は、きっと呪われてるんだこの人は。違うよバカ。お前もコインをさ、くれって言ってもいいじゃん。別に俺がお願いすることに何も問題ないですよ。なんで俺がお願いしなきゃいけないの、なんでお前に力を貸さなきゃいけないの、お前の枠で。結果出したんじゃねえかよお前。結果出してしまった状況はなんだよ。じゃあ、え、はい、何を。じゃあなんで、じゃあコインの部分での話だよ。そうだよ、ね、だって俺は別に通帳出すことがお前に対して何かをこう加担しちゃったっていうふうには俺は思ってないから。トクと俺の喧嘩を見ろっていうふうに言ってるだけなんだけど。違う、何出したって。ね、だからコインについて、俺はコイン投げてくださいなんて一言も言ってないけど、話聞いてた。大丈夫、頭パッパラパーですか。ね、ビートマニアやりすぎで頭狂っちゃったお前。ビート刻みすぎ。コイン投げるやついるよ。投げてよって言ったじゃん。え、何がお前に対してだから言ったんじゃん。俺に対して、お前はコイン投げ、よかったら投げてくれる人いるかなみたいな感じのことをお前が言ったんでしょ。だ、俺の口からはコインを投げろなんて一言も言ってないんだけど、それを誘導すんのとコインを投げろお願いしますっていう風に頼むのとは全然別物だから、うん、バカじゃないのお前、まあ、でも頭悪すぎ。結果さ、投げた人を見てみたら別に俺のリスナー一人しか投げてなかったし。で、投げたねえじゃん、じゃあ投げたじゃん、まあ、その投げてる人、うん、いや、お前過半数がいるからっていう理由でしょ、はい、俺に投げろって言わせたのはさ、その過半数って言うならば、うん、ね、M さんはだってお前の囲いだろ。うちの一人しか俺死んなかったわけで、 M さんはお前の囲いだろ。俺の囲いじゃない
え、違うの？いや、お前はじゃあリスナーのことをさ、誰がどういう風にどういう囲いか、俺のリスナーだってことをお前はくくってるわけ。言ってみて、言ってみて、説明してみて。何が仲いいからって囲いっていう風にはならないでしょ。だってお互いに配信者なんだから、そういうにはならないでしょ。でも今お前のところに来てんじゃん、声に。そうだけど、俺のリスナーではないよ。そうなんじゃんじゃん、こいつバカじゃないの、こいつ頭悪いお前。お前のリスナーでもなければお前のリスナーでもないよ。あ、お前のだからお前は何を判断基準としてるの？自分のリスナーっていうのは何を判断基準にしてんの？これは俺のリスナーだっていうふうにお前はどこの部分でくくって決めてるわけ？言ってみて、言ってみて。リスナーは早く言ってみて。リスナーじゃないの？じゃあイム様も含まれるね。おり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 、終わったね。終わった。かっこいいだろって言ったんだよね、お前。自分で言ったんだよね。だからてめえが囲ってんじゃねえか。それリスナーだろ。リスナーじゃねえか、視聴者。視聴者、お前のこと囲ってるじゃん。ここで M 様の話題は囲いかどうかっていう話から来たんでしょ。囲いに含まれるよね。だって M 様は俺とお前の喧嘩を聞いてお前に対して、はい、じゃあ読みますよ。いいですか、読みますよ。いい、いい、ほら、ザライゲに対して、いや、 M 様のコメント見てください。そう読みつけてジミーに正論ぶつけるよ。お前のこと囲ってんじゃん、バーカーな。頭悪すぎなんだよてめえ。アホかボケ、ジジイな。え、お前、お前じゃあどこを囲いたと判断するの？どこで囲いだと判断するの？俺の判断基準、うん、俺の判断基準は何だろうね。その場、うん、一瞬一瞬、俺は一瞬一瞬でこいつが、あ、囲いだなと思ったら囲いたら 1時間後にはどういう風になってるかどうかは分からない。俺は思わないんだけど、お前の勝手な主張をさ、俺に投げつけないでくれる？投げつけてそこに反論がないんですけど、それが喧嘩だと思うんですけど、バカ。だってお前クスガスないもん。だから投げつけないでくれるっていう反論ですけども、投げつけないでくれる、嫌です。嫌です。じゃあなんで喧嘩とつまちやってるんですか？じゃあなんで喧嘩とつまちやってるんですか？俺の主義主張をぶつけちゃいけないのに、なんでお前は喧嘩とつまちやってるんですか？はーい、苦しくなっちゃった。はーい、苦しくなっちゃった。ほら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 、ママ呼んできな、ママ呼んできな。ほら、なんで俺の主義主張をぶつけられたくないのにお前は喧嘩とつまちやってんの？じゃあ何を待ってるんですか？慰めとつまち？だったらお前勝手に待っときゃいいじゃないか、バカ。お前なあ、言っとけばいいと思ってる時点でおかしいでしょ。ちゃんと、違う、なんで自分がこういうふうに思ってんのかってことをね、ぶつけちゃいけないわけ。喧嘩とつまちをお前がやってんのに。例えばお前が喧嘩とつまちをやってなくて歌とつまちをやっていたら、そこに上がってきてお前に対して主義主張をぶつけたらね、なんでそういうこと言うんですか、やめてもらえませんかっていうふうになるのは正しいかもしれないけど、お前が喧嘩とつまちをやって相手の主義主張を聞いて、そこでそういう運で喧嘩をするもんなのに、なぜお前ぶつけないでくださいっていうふうに拒否するわけ。ってことはお前、じゃあ俺がぶつけてることから逃げてるってことだよね。え、誰がぶつけてはいけないって言いましたか？終わった？誰がぶつけてはいけないって言いましたか？あれ？言ってないよ。は？言ってませんよ。まあまあまあ、まあ、そういうふうになったら、言った言ってないっていうふうになっちゃうから、まあ、次の話行こうか。おかしいよね。おかしいよねっては言いましたけど、別に言ってはいけないとは言ってないよね。うん、じゃあおかしいと思う部分をじゃあ続いてきてください。はい、どうぞ。はい、どうぞ。おかしいという部分だから、リスナー、何がおかしいか、だってそこに疑問が生まれてるんでしょ。俺の言ったことに対してお前がおかしいと思ってるんだったら、それに対して反論があるんだろ。早く言えよ、ダーク。うれ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 、勝手に考えた解釈を俺に投げつけてくるのはおかしい。だからどうぞ、だから言い換えるんでしょ。例えばサポーだったり、サポーターだったりとか、そういう明確な分かりやすい部分の、何、ランボ、どうした、かっこいいっていう、ね、定義だったら分かるけれども、お前みたいな、その時その時、一瞬一瞬とか、そういうね、お前しか分かりえないことを俺にぶつけられても、当たり前じゃん、お前。そんなのテレビ見てたってそうなんだから、お前。テレビだってお前視聴率で成り立ってんだよ。その時に、あ、この人可愛いなってファンになっても、次の日起きたらお前その人のこと忘れてる時だってあるんだから、それと一緒。いや、だからそれなら共通認識取れないんだから、いちいちそれをさ、それこそ、え、そもそも前提として別にこれ共通認識取ろうとなんて思ってないんだけど、お前と何言ってんのお前。それをかっこいいじゃんって言ってもしょうがないでしょ。リスナーって俺はそもそも言ってんだから、うん、いや、お前のことかこってんじゃん。違うよ。例えば M 様が俺のことを擁護してるようなコメントだけだったら、お前のことはかこってないっていう風になるかもしれないけどね、お前に対してコメントを投げかけて、お前の喧嘩を聞いてね、お前の話も聞いて、お前に対してコメントを投げてるんだから、それかこってるっていう風になるじゃん。バカじゃないのお前。で、リスナーはリスナーで、お前前提なんで、それはだって視聴者なんだから、視聴者で見ているんだからね。バカじゃないのお前。だってお前のことをかこって考えてる。じゃあお前にとってかこいってなんですか？言ってください。どんどんそこ掘り下げていかなきゃ、あの会話にならないから。俺はサポーターだと思ってます。はい、認識が違いますよね。
あ、囲いがサポーターだと思ってんの？だから認識が違いますよね。お前と俺のサポーターの認識が違います。確かに、これは確かに、ね、違いますね。はい、はい、でしかも俺はリスナー、これはやばい、これはやばいぞ、というところでお前と話をする。どうしよう、違うでしょ。エヴァ様なんかない、エヴァ様、いやどうしよう、なんかない、なんかいい返しない。いや多分だからお前の意識ではエヴァ様は俺の囲いなんだろ、だから俺の囲いになるんじゃないの、それは。まあ俺の認識としてはサポーターだけど、お前の囲いならないね。え、ならないよ。だって俺エヴァ様と別にサポーターとかそんなのやってないから関係ないもん。ただ囲いっていうのはどういう意味を持ってなってるのかっていうのは分からないよ、僕には。ただ俺とお前の喧嘩を見てみてね、 M 様のワールドから見たらそれは囲ってるってことになるじゃん。いやそれは囲いっていうふうになるでしょ。分からんことだろうがよ。なんでお前だから言ってんじゃん、お前のさ、そのなんか価値観で勝手に決めんなってさっきから言ってんの。価値観当たり前じゃん。だってお前だって散々価値観話してんじゃん。俺も価値観話すでしょ、それは。じゃあ何なの？じゃあ俺価値観話さないでお前の価値観だけはぶつけられて、なんかサンドバッグトツマチみたいなのやってるわけよ、お前は。認識知識を取らないと比較対象にならないよねっていう話をしてんだろ。待って、一番がなんかすごい賢いこと言ってるから一回聞いてみよう。認識の違いがあっても違う認識の中話し進めればよくね。あ、こいつバカだ。うん、まあいいや。ほんで？いやだから今のこの話の中では、うん、その天秤にかけなくちゃいけない話でしょ。天秤？何それ。いやだからっていうかね、もう極論言ってしまえば、お前ねサポーターって言ったけれども、そもそも俺はリスナーってしか言ってないんだよね。え、どういうこと？何言ってんのお前。いやだから俺はリスナーって、いやだから M 様のことをリスナーだよね、 M 様は何なのってお前が言った発言に対して、俺はリスナーってしか言ってないのを、お前が囲いなんでしょ。囲ってんじゃん、だってそうだよ。なんでサポーターなんでしょ。お前それをさ、だからエムさんサポーターになって、エム様今サポーターになって、エム様今サポーターになれば俺勝てるから、エム様サポーターになって、エム様サポーターになって俺勝てるから、エム様サポーター。何？いやならないならない、もうそこはね、お前の認識での俺の囲いだから。お前の、バカじゃん、お前何言ってんの。だからてめえの認識だろ、勝手な。でも状況としては囲ってる、だからそこは俺とお前の囲いの違いなわけでしょ。違え、バカ、おめえ何言ってんの、お前おかしいね。そうだよ、だから俺の認識でしょ。だから今この状況の中囲っている、それでお前はサポーターっていうのが俺の中での囲いだってこと言ってるんでしょ。エム様早く、エム様、エム様サポーターになって、ならない、ならない、それで勝てるから。お前の中で俺の囲いにしかならないから大丈夫。いや分かった分かった。じゃあまあそこの話は置いといて、じゃあなぜお前はね俺に対してバカだと思うんでしょ。バカだと思って、その配信者としても俺は別に大したことないと思ってるんでしょ。俺のことどうだと思ってる。俺は今ここで力見せつけてるけど、うん、ここで盛り上げてるけど、だって俺が通知出した時は20人ちょっとぐらいだったのに今30人になってんだよ。これはどっちのトーク力で人が集まってきてるか分かりる、分かりる、トイザラスくん、妖怪ウォッチくん、わかる？力見せつけちゃったね。ちょっと待って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 、お前が頑張っちゃう、頑張っちゃう、ほらリスナーが、ほら頑張っちゃう、ほら神々で頑張っちゃう、比較対象に持ってきてるから、そういう何がかもしれないけども、これはそうだよ。だからもちろんそうだよ、リスナーはいたらいたらいいけれども、いなくてもいいって言ったんだよ。だからそれをでも頑張っちゃってんじゃん。比較するのおかしいでしょ、どう考えても。いや比較するよ、それは当たり前じゃん。でそういうところだから含めたところで、お前俺に対してコインを、ね、投げるのを協力してきてって。だってお前さ、そもそもだってお前喧嘩とつまちやってんでしょ。喧嘩とつまちやってんのに、なんで俺に対して力を貸してくれ、一緒にコインを投げるの応援団みたいに、ね、みんなでコイン投げてください、みんなでコイン投げてください、そんなことやるわけねえからバカ、なんで俺が投げ合いしなきゃいけるんだよてめえと、アホかバカな、てめえが言えばいいだけの話だろうが、てめえが主なんだからコイン投げろやぐらいな感じで言えばいいじゃねえかやな。それでお前が面白い喧嘩をしてたら、お前こういうリスナーさんだって投げてくれるだけの話なんだよ。でもお前が結局人気量がねえからってバカ、お前のおかげじゃない可能性もあるよねって俺言ってんだけど。可能性だけの話だろ。じゃあなんで今ここで閲覧を保ってる、保ててるかっていうふうに言ったら、俺が上がってきて喋ってるからじゃないの。違うの、
何、お前のじゃあ何を目的にして上がってきてるか。俺のおかげだぞ、俺のトーク力。老けた、老けたのはてめえの脳みそだけだろバーカ。何言ってんだよお前、増えたこと老けたとか言ってんじゃねえよ。てめえの今この状況だろ、俺にボコボコにされてお前シワが増えてってんだよバーカ。何言ってんだこいつ。はい、何言ってんの、何言ってんの。いやだから、オタク老けたなんて言ってねえって。うるせえよ、金玉袋みたいな顔しやがってよてめえ。そういうことを俺言ってるわけじゃないだろ。え、何が、閲覧増えてるよ。俺は別にしてやったりとは言わないけど、ここで俺がね、なんていうのかな、力の差を出すために俺は例えとして言ってるんだけど。誰のおかげで閲覧が増えたと思ったのみたいなさ。だってお前最初のテンションと全然違うじゃん。閲覧が増えてからさ、お前結局頑張っちゃってんじゃんバーカ。何言ってんだこれジャッカー。説明してください。お前、いや、アンケル取ろう、アンケル取ろう。お前ゾンビすぎるからお前アンケル取ろう。早くしろ金玉。アンケな、じゃあ何のアンケか言って、うん、ミスター金玉早くしろ。え、何が、どっちが金玉顔か取れ。それでも勝負つけようや。うん、それが早い。どっちがバカかでいいんじゃない、うん、どっちがバカ。いや、ダメダメ、どっちが金玉か。もう話的にはもうそういう風になってきてるから。うん、金玉でアンケートで俺がはいな、俺がはいな、はいが、うん、ダライゲが金玉と思う人ははい、ジミーが金玉と思う人はいい、うんうん、いやこれもう絶対完全にお前金玉だ。いやもう俺絶対完全にお前金玉だわ。いや金玉要素がすごい。だってお前閲覧増えたのことをお前老けたっていうふうに言ったの。お金玉じゃん。ぶら下げてんじゃんお前。ほっぺたのところ点々ってお前金玉ぶら下げてんだろ。まあね、うん、まあいいや。うるせえクソジジ。うん。じゃあ、ほら、え、ほらジミーちゃん。ジミーちゃん、何、金玉確定しましたよジミーちゃん。はお前ハイツだじゃねえか。え、バカじゃねえのお前。え、だから俺がハイだよ。俺が金玉と思うやつはハイ。何金玉論変えてんのお前。え、じゃあみんなに、じゃあもう一回聞いてみよう、もう一回聞いてみよう、どっちがハイだったか。じゃあ俺が金玉になったの。うっさーん、うっさーん、嘘でしょ。金玉だと思う人はハイで、ジミーが金玉と思う人はいいえだからね。はっさっけんね、金玉推しになるわ。すいませんでした。じゃあ金玉で、はい、金玉、金玉が決定しましたね。いやでもね、結構き、空気読んでもらってたかもしれんけども、結構際どいラインだったからね。2人ぐらいの差じゃなかったのこれ、3人ぐらいか、うん。ジミーさんはあの金玉ってちゃんと名前変えててね、お願いしますよ、うん。ダライゲ戦での金、敗退により金玉になりましたみたいな。頼みますよ、うん、金玉だから、うん、いか、はいはい、あのさ、はいはい、なんでジミーの名前を金玉にしなきゃいけないの。今さっきこの話してたくね。え、ちょっと待って、聞こえなかった。なんて、え、聞こえない。あ、今大丈夫よ。え、なんか今さっきなんかジミー名前金玉に、金玉にしろみたいな言ったじゃん。うん、言いましたよ。はい。ね、あれ、顔が金玉ってだけでなんで名前まで金玉にしなきゃいけないの。え、それ俺が言っただけの話なんだけど。え、金玉に決定したから金玉って名乗れよっていう意味で名前を変えろよって言ったの。え、別にだからどっちが金玉が丘っていうアンケートだったでしょ、さっきの。じゃあな、え、それで、いやだからなんで名前を金玉にっていう。え、何言ってんの、金玉に決定したからジミーが金玉だから金玉っていう名乗れよっていう意味で、キャス内で決まったからキャス内の名前を金玉に変えろよって言っただけの話でしょうがよ。そこになんか問題があんのかよ。いやだけん別にそういう、だからそういうね、あれ、なアンケートでそのジミーがその金玉になったから名前を金玉にするっていう話はなかったよ、そのアンケート取る前に。だから説明してんじゃん、金玉に決定したから金玉って名乗れよって俺が言っただけの話だろうが、するかしないかの権限はあっちにもあるだろうがよ。あ、お前が、じゃあ俺が言ったからってあいつ
自民を絶対しなくちゃいけないっていう権限ないだろ。ならば俺も言う権利もあるだろうがよ。だってお前しろよっつったじゃん。だってお前向こうに権利があるとか言ってもお前が言ったのはお前地味名前も金玉にしときよ。だから言ったけれどもそれをするかしないかを考えることも命令してるのに命令を拒否することもできるよね地味は。いやお前は自分でね、お前はお前は自分で地味がね、そう自分でその名前を金玉に変えるか変えないか向こうの自由って言ってるけどお前は命令しちゃってんだよ。命令しましたよ。はい、命令しました。って認めます。はい、命令してるのに向こうの自由ってそれ、何言ってること違うわけない。言ってること、じゃあお前にさ今から死ねよって言いますよ。名前なんだか忘れたけど、死ね、死んでください。まあまあまあいいよ、何でもいいよ。いや死なないの。それで何？死なないの？何を説明したいの？それと一緒じゃんかよ。あっちにも死なない、死なない権限があるんだよ。名前を変えない権限があるんだよ。わかるかお前。だから俺も言う権利もあるんだよ。別に命令だろうがなんだろうが、これは強制ではないの。強制ではないの。わかる？俺が強制で言ったのであれば、それはおかしいかもしれないけれども、俺は命令しただけの話で、命令と言っても、別にね、そのしようがしゅう前が俺は別にどうでもいいよ、それは。うん、だからそこを言ってきても一緒でしょう、そもそも。だからね、お前はするかしないかは向こうの自由って言って、それを命令したんだよ。また同じこと言うな、おい。しろって命令したんだよ。そこまでわかるでしょ。また同じこと言うな。いや、だから。命令ってさ、じゃあさ、お前が言う命令っていうのは必ずしなくちゃいけない。言われた人は必ずそれを実行しなくちゃいけないっていう捉え方になるよね。なんで言ったらいけないのっていう発言でしょ。あくまでもお前の中でのだからお前言ったじゃん、そうやってしろよって。だからお前が言った時にだからお前の気持ちとしては命令したんだから、お前が言うにはそのジミーがこう名前を金玉にしろよってことは、お前は絶対じゃないかもしれないけどしろって言ってる。お前今自分で言ってしまったよね。絶対じゃないけど言ってんじゃんって。別に絶対じゃないけど言ったよ、うん、じゃあお前はそういうこと言わないの？じゃあ、うん、言わないの？何自分で言ってしまったけどって。じゃあお前さ、誰かにさ物を なんかさ、そこのリモコンを取ってとかさお願いしたことないの？じゃあお願いも一応命令だよね。うん、それと一緒なんだけど。一緒なんだけど。あれ？違うかな？違うかな？一緒だよね。おい、さっさ答えろよ。いや、だから、俺は今、何を？いや何よって、だから命令、わかる？命令したときにそれを本当に相手側がね、わかる？実行するかしないかっていうのは相手にもするかしないかを考える権限はあるよねって言ってるだろ？そうだよね。ならば別に俺が言ったことに対して何も落ち度はないと思うんだけど、しかもそれはね、アンケートで決まったことを俺は言ったわけだから別にいいでしょ。それはそれはそれでいいでしょっていう話なの。なんなの落ち度って。俺は誰もお前に落ち度があると言ってないよ。だから俺はジミーが、あ、お前がそう、ね、なんなのお前。じゃあさ、なんかそのジミーに対して俺が言ったことに対してジミーちゃんがかわいそうだっていう、なんかそのなんていうの、かわいそうだなっていう気持ちで上がってきたの？じゃあそんなこと言わないでよって言ってんの？じゃあ俺に対して。いや、そうじゃないよ。だからお前がどういうつもりで言ったのかなっていうのを聞きに来ただけなんだけど。誰もお前にね、その間違いがあるなんて言ってないよ。どういうつもりで言ったかを聞きに来たんだ、俺に。だから、帰ろよって言っただけ。アンケートで命令したから、地味を絶対に名前を変えなきゃいけないよって。アンケートで結果が出たから、帰ろよって言っただけ。別にそこに変え、実際に変えようが変えまいが、別にそれは別にどうでもいいです。
という気持ちで言いました。分かった。分かったね。なるそれはそれでいいよ。え、で何？落ち度っていうのは何？俺落ち度っていうこと聞いてなくない？何がすぐあるなんて言ってなくない？おいゲイ！おいゲイ！え、何？何勝手に自分でさ、うっせぇ、てめぇゲイに帰れよゲイに。ダラいゲイじゃ、ダラゲイじゃないわ。ゲイだわお前、お前ゲイだわ。ダラゲイじゃ、いいわもうお前、お前はお前はもうずっとあの枠を始めた時から、枠を始めた時っていうか、あのキャスを始めた段階の時から、俺はお前のことをずっとゲイ認定してんの。早くゲイにして、ゲイ認定。いやいや、ゲイに認定してんのお前のことを。ゲイ認定、早くゲイにして。どういうところで、うん、どういうところでゲイ認定の。やっぱ一番はね、こうゲイという言葉をこう裏から読むとゲイと読めちゃう言葉を入れちゃうところ。いやいやいや、今ちょっとおかしかったね。入れちゃうところだね。あの単純にゲイって読んじゃうとさ、うん、お前さ、それ同じこと言ってるだけじゃん、お前。じゃあ 裏から読んだら、ね、裏から読んだらゲイと読み間違えたっていうだけだろ。違う、読み間違えたじゃなくて、裏から一番裏から読むとゲイになってる。これってあれですよ、ある意味、右耳にピアスつけてるやつはホモみたいなやつですよ。わかる？なんだよそれ。そんなの俺知らないんだけど。いやだから、いやいや、わかんない。今実際つけてるかどうかはわかんないけれども、いや、してるかもしれないじゃん。で、その結局名前の中にね、こうゲイとね、裏から読んだらゲイと読めてしまうものをこう入れてしまってることで、そういうアピールをしてるんだなっていうのをこっちに感じ取られてしまうわけよ、残念なことにね。ああ、そのなんていうの、だから俺の名前がそういうふうに思わせたってことね、一番にね。そうそうそう、だからアンケート取ろう、うんうん、なんだよお前、金玉かどうかを。それ俺にまたレッテルがつくじゃねえかよって。俺さ、発展場とかにさ行ってるからさ、本当にそう思われるじゃん、うんうん、いやだからいいじゃん、そう思われる可能性もありながら、お前はゲイという称号をしょってるんだろ普段から。いやいいけども、もうお前オチ分かってっからな、うん、オチ分かってっからな、言っとくけど。何がだから、ジミーの時俺が言った真似をするんだろ、うん、じゃあするというか、だからこれにはちょっと決定事項つけよう、名前を。その嫌だ、嫌だ、嫌だ、絶対嫌だ。ゲイじゃないかで、ゲイに認定されたら、ただゲイにしよう。あ、分かった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 。じゃあ、うん、どっちがゲイか、一番と俺がゲイ、どっちがゲイかで、え、だって俺がゲイってなった場合、ちょっとみんな読めよ、ちゃんと読めよ。一番がゲイだと認定された場合は、うん、じゃあお前一番の後に、僕ゲイですって書けよ。え、なんで俺がまずゲイかどうかっていうところを認定されなきゃいけないの？俺がゲイのところのポイント教えて。え、ゲイのポイント？あれ出ないじゃん、出ないじゃん。いや、ポイント、ね、ポイント、ポイントね、わかるわかるわかる、わかったわかった。何、うん、何、どこがゲイだったの？まあ、例えば、ゲイだと思われたの、うん、ゲイだと分かっといて、俺に突にかかってくるとこなんかは、やっぱりその同じ共通の人なのかなみたいな、なんていうの、ニュアンスで上がってきたのかなって思うでしょ。いや、ゲイの人に対してゲイの人が上がってくるから、ゲイだから、あ、声がゲイ、もう声が、違う、もう声がゲイだわ。全然ゲイじゃない人上がってるよね。ねえ、いや、だからそういう人じゃない人も上がってるよね。あれはさ、有名な配信者だから、うん、そういうブランドも含めて多いけども、うん、俺みたいなしょこいね、うん、配信のところに、ゲイなんだろうっていうのは、小学生が好きな人にこうちょっかいを出す感じと一緒だと思うんだけど。違う、もうね、認識は結局ね、いろんな人でもこの人ゲイだなっていう認識ある程度できてるにもかかわらず、前他の枠でもさ、ゲイだゲイだって俺言ってたわけじゃん。にもかかわらず、その結局ゲイ認定をしてくれないから、もうそろそろ認めていいんじゃないかと、ここら辺が潮時なんじゃないかっていうところでのアンケートだからね、こっちのお願いとしては。わかる？まあゲイじゃないけれども、俺は男らしく認めるけども、俺もお前に対してゲイかもしれないという、うん、疑いを持ってんだから、うん、アンケートでじゃあ決めようぜ。だから疑いを持ってるところがね、ちょっと弱いんだよね。いや、弱くても、その、強弱の問題じゃない。違う、強弱の問題じゃないでしょ、それ。
や結構強弱でしょ。だって人をゲイかどうか認めるって、ちゃんとその人を観察して認めるか認めないかっていうところを見極めなきゃいけなくって、俺はやっぱネーミングをね、もう名前ってさこう出るわけじゃん、その自分で名前まずどうつけようかなとかってなった時に、名前のところにこうゲイという名前をこうね入れようっていうのをこうまず自分がね確固たる覚悟を持ってゲイを入れてるわけだから、やっぱその人のゲイのことを俺みたいになんかそのなんか別に言われてるのが意味わかんないので芸人ってされるのじゃ全然話がちょっと違うと思うんだよね。違う違う、どっちかといえば名前の方が弱いぜ。だってさ、声だとか声だとか実際のさ、そのゲイっていうのは体かどうかっていう問題だろ。名前っていうのは別にさ嘘でも何でも作り変えられると思うけど、声とかその喋り口調だったりなんかそういうのは、そのとかさ、その性格上の問題、そうやって好きだけどもちょっとこうつついてきたりするようなその状況っていうのはその名前よりも強い印象で覚えられると思うんだけど、いや名前の方が強いだろ。だってカマユとかさ自分でカマって認めてるんだよ。で、あのオカマ系の人だったりとかさ、そういうゲイ系の人ってさ名前にさそういうもう私はオカマですみたいなアピールをこう入れるじゃん。しかもこう宣伝とかでももうオカマですみたいなの全面的に出してくるじゃん。それってやっぱりそのそれなりの覚悟、まあマイノリティと言われる中で一生懸命やっていこうっていう覚悟はあってやっぱ名前に入れるわけじゃん。でやっぱゲイはさ入れてるわけじゃん。やっぱそれはやっぱそうだとは思ってるのよ俺はね。それはゲイを売りにしたい人がやってるだけであって、俺の場合は別にそのゲイではないけれどもね、もちろんゲイではないけれども、そのゲイとしてもそういうことはしようとも思わないし、そういうなんていうの生活してるわけじゃないから。でそもそもお前ちょ待て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 一番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 だからお前が今さっき言ったね全面的に出したいのであれば、そもそも俺は名前をダラゲイにしとけばよかったよね。だけども俺はダライゲイにしてるわけだから、全面に出してない時点でお前が今言ったことっていうのはおかしくなるんじゃないの。ってだからあの踏ん切りつかないあのゲイのためにこう一歩こう踏み出しをね、そらお前勝手なさ、勝手すぎだろお前その解釈。そうゼロ歩と一歩ってやっぱ違うから、こう踏み出せずに。いやゼロも何もないよ、もうそもそもゼロだわ。大事な行為じゃない？いやいやそもそもゼロだわ。なんかねその人がねこう夢をこう追おうとしてるところをね一歩踏み出せない人がいたら、そこを背中をそっと押してあげるのが男の優しさじゃないの？いやいや何言っちゃってんのお前。俺がなんかそのさなんか。こう行きたいけど行けない、その羽ばたきた羽ばかせようみたいなさ、そのそういうのやめてよ、うん、本当に。俺お前がさお前だったと思うけど、うん、ゲイってさ言い始めてから俺さ一時ゲイっていう印象でずっと言われ続けてたんだからやめよ。そうだね。いや本当に。いやだからっていうか多分お前が言い出しっぺだから。そう俺が言い出しっぺなんだけど。俺が言い出しっぺなんだけど、それで芸人ってはずっとしてたんだけど、やっぱ周りから見てもやっぱゲイだって思われてたじゃん。それはもう紛れもない。いや思われてねえよ。思われてねえからそもそも。お前ゲイじゃないわ。だけどそのだらイゲってしてるところにやっぱみんながいやちょっと突っ込んでいいのかな突っ込んじゃいけないのかなっていうモヤモヤを持っていたのをないこう押してあげてね、もしゲイとねもう今日からあのみんながだらゲイで大丈夫ですってなったら、もうみんなあやっとお前も一歩踏み出せたんだなって言って。いやよかったねゲイっていう話になるじゃん。分かった分かった、じゃあはっきりさせようよ、じゃあそこ、じゃあお前のな一番の気持ちは分かったから、分かった、だから一番と俺がどっちがゲイかっていうのを、認定しようか。じゃあじゃあ俺の話じゃないか、俺の話じゃないから俺は全然関係ない。違うだからお前の気持ちはもう受け取った、ありがたいよ、ありがたいけども俺はゲイではないけれども、俺は一番に対してゲイの疑いも持ってるんだよ。だからそこはさ、持ってるところができてなくない？多分俺以外の多分今ここにいるやつらっていうのは一番のことを俺以上に分かってるやつらも多分いっぱいいるから、ちょっとやるから、じゃあハイがそれはダライゲイをじゃあダライゲイをダラゲイに変えるかゲイに変えないかで、ゲイに変える方がいい人がはい、ゲイに変えない方がいい、このままの方がいいっていう人はいいえ。違う、お前何言ってんの。そうそうそう、そうだよ、ダライゲイが、ちょっとお前ちょっと待てって、お前ちょっと待てって。そういうことで。
ダライゲがゲイだと思う人は、はい。一番がゲイだと思う人は、いいえ。ゲイじゃないと思う人は、いいえ。待てって、ちょっと待て、おい。ちょっと待て、そこダメだって、ちょっと一回ちょっと待てって。ちょっと一番待てって。別にゲイ、一番ゲイじゃないんだろ。俺ゲイじゃない。じゃあいいじゃん。はい、俺は全然ゲイじゃない。ダライゲがゲイだと思う人は、はい。一番がゲイだと思う人は、いいえね。はい。ダライゲが違う、一番がゲイだと思う人はいいえ、だ、一番がゲイだと思う人はいいえね、いいえだよ、いいえね、ダライゲの方がいいと思う人はいいえいいえね、いいえね、ダライゲが一番がゲイの人はいいえね、ダライゲがゲイの方がいいと思う人は、はい、ダライゲのままで大丈夫だって。ダライゲのままで大丈夫。一番 100% だってよ。おい。よかった。いや何言っちゃってんの？一番がお前ちょっと待って。じゃ俺ダライゲのままでいい人はいいえって言って。あ違う。これちょっと待って。何が？今のは俺のアンケでやったわけだから。アンケを。俺がずっと、分かった、一番分かったよ。じゃあ、俺のアンケを、じゃあ、今のは俺の主張でアンケをした人は、はい。一番の主張でアンケをした人は、いいえね。また、俺が言った主張でアンケートを受けた人は、はい。ね、はいね、はい。はいだよ。で、一番の主張で、アンケートをさっき受けてしまった人は、いいえ。違う、いいえ。お前、うざいって、うざいってもう。あ、了解。違う、はい。ダライゲの方がいいえね。ほら、はい。ほら、なあ、お前。お前さ、あ、やっぱさ、男じゃないからそういうとこあるんじゃないの？ねえ、やっぱうさぎよくってさ、言葉あるじゃん。ないがないが。うさぎよくっていう言葉。ないがないが。いや、そこはうさぎよくさ、やっぱりちょっとさ、男として、男なんだろ、うん、じゃあ、俺も男だから、うん、男としてやっぱりちゃんとしないといけなくない、うん、男としてちゃんとしなきゃいけない。いや、だって俺のアンケートの正当性が出たじゃん、これで。俺の枠だから、俺の、アンケートにしたかったんだと思うよ。いや、全然ですよ。俺がちゃんとこう主張ね。だってもともとゲイかどうかっていうのを投げかけたのは俺からスタートだから。一番、まあ俺もう分かってるって。一番が取ってくれてるんだろうなっていうところ。多分、俺以上に一番のことをみんな分かってるんだって。だからみんな、逆に、ね、言ってほしかったんだろ？俺に。俺らに。このクソ悪民どもめ、死ね！はい。まあ多分明日ぐらいには一番僕ゲイですって名前がね変わってると思うんでね、うん、皆さん楽しみにしておきましょう。